大阪市立福島小学校は、大阪府大阪市福島区福島4丁目にある、公立小学校。福島区福島地区の南部を校区としている。地域医療機能推進機構大阪病院に院内学級を設置し、同病院に入院中の児童への教育にも取り組んでいる。またかつては、校区内にあった大阪大学医学部付属病院にも、院内学級を設置していたが、 半大病院の移転に伴い、水田市立北山田小学校院内学級へ移管された。1903年4月2日に、三小田神城高等小学校から分離開校した。太平洋戦争の戦災に伴い一時上、福島小学校を統合していたこともあったが、後に上福島小学校は独立開校している。地域には三小田神城高等小学校があったが、 同校の児童数増加に伴い、1903年4月2日に、三小田神城高等小学校から分離する形で、大阪市第二条福島神城小学校として開校した。なお分離元の三小田神城高等小学校は、同日付で第一条福島神城小学校と解消している。1909年7月31日には、大阪市街地を襲った。 大火災で校舎を消失した。復旧までの間、第一条福島小学校に仮校舎を設置して授業を行ったが、1910年3月に校舎を再建している。国民学校令の施行により、1941年には大阪市福島国民学校へと解消した。太平洋戦争の選挙区悪化に伴い、 1944年には、学童集団疎開が実施されることになり、広島県沼熊郡近、江村、藤江村及び道群、紫村へと疎開を実施した。太平洋戦争終戦後の1946年、戦災被害により上、福島国民学校を統合した。1947年には、学生改革により、大阪市立福島小学校となった。 戦災からの復興に伴い、1953年には、球場福島国民学校跡に文校を設置した。文校は1955年、大阪市立上福島小学校として独立している。1958年には、大阪厚生年金病院に院内学級を設置し、また1973年には、大阪大学医学部付属病院に院内学級を設置した。 ありがとうございます。